はい、どうも、くるりと申します。オーバーライトワイト実況パート3始めていきたいと思います。前回ね、まあ一応掃除くんがまた寝てしまって記憶がなくなったんじゃないかなっていうところで終わっていたんですけども、なんかどうやらね、多分砂時計をもう一度ひっくり返してまた1週間始めましょうみたいなことをね、最後に言われたので、今回もまたスタートからやっていきたいと思います。はい、うん、歌を聴いていた。イヤフォンから流れ出る声は少し前に死んだ歌手のものだ。もうこの世にいない人間の歌声がまるで生きているかのように僕の耳に流れ込む。まるでこの小さな機械に彼の生きていた時間を閉じ込めているようだ。そうして一曲聴き終わるうち、白い箱のような建物にたどり着く。今日は月曜日、26回目になってるね。やっぱりそういうことか。うん、26回目の弟との初対面だ。そうだ、今週は面白い本を借りてきた。きっとまた仲良くなれる。僕の生活は学校と病院の往復だ。と言っても治療を受けるためではない。うん、病院が僕の家なのだ。ただいま先生。ああ、そうたくん、おかえり。彼は弟の主治医の小坂部先生だ。僕たち兄弟の親代わりでもある。うん、なんか26週目なはずなんだけど全く文章が一緒だよね、やりとりも。掃除は起きた？うん、無事に目覚めたよ。体調も悪くないようだ。ただやはり今回もそうだよね、覚えてないか。残念ながらね、君のことは伝えてあるよ。挨拶するかい？うん、行ってくる。白い廊下の先の一番奥にある病室、弟の掃除はそこに入院している。ノックをすると、どうぞと落ち着いた声が聞こえた。今回は取り乱すようなことはなかったようだ。一緒だよね。なんかこのお兄ちゃんもずっとなんか繰り返してるのかな。扉を開けると僕と同じ顔がベッドに座っていた。こんにちは。へえ、本当に同じ顔だ。ちょっと違うね、掃除くん。僕のことは聞いているんだね。先週よりも余裕があるように見える。よかった。あの不愛想な先生からね。悪いけど何も覚えていないよ、お兄さん。気にしないで、わからないことがあれば何でも聞いてよ。僕は矢坂聡太。また一週間よろしくね、掃除。うん、よろしく。これが僕の双子の弟、矢坂聡治。彼の記憶は一週間で消えてしまう。なんかちょっとね、不思議だよね。彼に初めて会ったのは半年ほど前、9月の半ば頃の話だ。帰るなり見つけたのは自分と同じ顔の人間だ。かなり面食らったことを覚えている。保護者代わりの坂部さんは、君の双子の弟だよ、東方の施設に預けられていたのを見つけて引き取ったんだ。
いきなりですまないね。驚かせようと思って。なんて、平然と言ってのけた。戸惑ったのは最初だけで、だんだんと喜びの方が大きくなった。物心つく頃から身寄りがなく天涯孤独だと思っていた僕は、血のつながった存在にずっと憧れていたのだ。そう、喜んだのだが、一つだけあの子には問題があるんだ。原因不明の病というか。そうして語られたのは、ケンの記憶障害についてだった。彼は一週間で自分に関わる全ての記憶を忘れてしまう。心因性のものだろうと言われているが、詳しい原因はわからない。言葉の話し方、文字の読み方なんかは忘れていないので、生活自体に支障はないものの、精神的に不安定で、体の方もあまり丈夫とは言えなかった。だから彼は、まともに学校も行かず、ほとんど病院で過ごしていたという。とにかくね、彼は次の月曜日には、君のことを忘れてしまうんだよ。それでも彼と仲良くしたいというなら、止めはしないけどね。うん。お坂部先生は、宗司君と宗太君を会わせたくて引き取ったわけじゃないのかな。もしそうなら仲良くしてほしいと思うだろうしね。うん。僕は彼に接触した。迷うことなど何もなかった。うん。天気は違うんだね。月曜日って確か曇りとか雨とかそういう感じだったよね。日曜日しか晴れてなかったもんね、先週。うん。月曜日、晴れ。相変わらず寒いけれど、気持ちのいい青空だ。雪はまだ溶けずに残っている。なるほどね。ってことはさ、お兄ちゃんがずっと同じ空間を繰り返して過ごしているってわけではないってことだよね。時間は進んでるんだもんね。うん。なんだか変な気分だな。同じ顔が隣にあるなんて。僕はもう慣れた。それにね、よく見ると結構違うんだ。そうなの？うん。顔の作りは一緒だけど、表情が違うからね。掃除は結構ぼんやりしてる。なるほど。言われてみれば、ソータ君の方がしっかりしているような。ソータでいいよ。僕も掃除って呼んでるし。そう？うん。兄弟なんだから、変に遠慮とかしなくていいよ、掃除。わかった。じゃあ、ソータ。こんな会話はもう何度もした。うん、そうだよね。前もしてたもんね。それでも掃除と話しているだけで楽しい。やはり双子だからだろうか、何度忘れられても掃除とは気が合った。掃除は基本的にぼんやりとしてあまり喋らないやつだ。僕の話を静かに聞いて時々相槌を打ってくれる。逆に何も話さなくても気まずい雰囲気になったりしない。とにかく彼の隣は居心地が良かった。僕たち双子だけどずっと一緒に育ったわけじゃないんだってね。そうだよ。僕は5年前、掃除は半年前に養護施設からここに来たんだ。半年前までは僕も掃除のことを知らなかったんだよ。じゃあ、ソータも半年より前の僕のことは知らないのか。そうなるね。遠い町の施設にいたらしいけど、ずっと入院してたって。そっか。じゃあ友達とか家族とかはいなかったのかな。ソージは少し寂しそうだ。不安になるのもしょうがないだろう。とはいえ、今週は落ち着いている方だ。
ソータはここに住んでいるんだよね。うん、先生にお世話になってるよ。先生って、お坂部先生？そう、お坂部先生。もう話しただろ？うん、起きた時隣にいて、僕の状況を説明してくれた。あの人が君の保護者ってことか。僕の保護者だし、君の保護者でもあるよ。そっか、何にも覚えてないや。気にすることないよ。ただ今の掃除には家族がいるってことだけ分かってくれたらいい。家族？そう、僕と坂部先生。そっか、そうなんだね。掃除は少し安心したように微笑んだ。うん、掃除とたわいない会話を続けてふと思い出した。ねえ掃除、ただ話すだけってのも退屈だろ。ちょっとクイズしない？これは初めてですね。クイズ？正確にはクイズとはちょっと違うんだけど、回答はないようなもんだし。うん、思考実験について書かれた本を借りてきたんだ。面白いからさ、一緒に考えてみない？絶対ソータ君って頭いいよね。うん、僕はカバンからいそいそと分厚い本を取り出した。これがさっき言ってた面白い本かな？思考実験？実際に何かするわけじゃなくて、頭の中での想像でやる実験だよ。シュレディンガーの猫とか知らない？うーん、存じ上げないですね。ああ、名前だけは知ってる。でも内容は全然知らないよ。この双子はすごいよね。まあわかんない、みんな知ってるのかな。個人的には全然知らないんだけど。ね、まあ説明するよりやった方が早いか。シュレディンガーの猫？いや、それは量子力学だので、ちょっと難しいから読めないですね。なんだろう、量子力学？うん、量子力学かな。そうか、うん、難しい。 OK。 難しいね。哲学に関する話にしよう。哲学も難しくないかい？難しいけど、まあ専門用語とかあまり出てこないからさ。それに遊びでやるんだから雰囲気でいいんだよ。雰囲気で。よくわからないけど、ソータがやりたいなら構わないよ。オッケー、じゃあ行くよ。どうぞ。うん、まず木製の船がある。随分古い船だ。うん、それはギリシャ神話の英雄テセウスがクレタ島から帰ってきた時に乗っていた船で、まあそこは本筋とは関係ないんだけど、とにかく価値のある船で、持ち主は大切に保管してきた。うん、なるほど。これは別に頭使うゲームではないんだよねって信じてるんだけど。うん、古い木の船はそのままにしていたら朽ちていくから、保存のために補修しなきゃいけない。そうだね、木の船だから当然新しい木材で補われる。そうだろうね。少しずつ少しずつダメになったところを新しい木材に変えていくわけだ。うん、そうして気がつけばその船は最初に使われていた木材がなくなっていた。うん、
時間をかけてそっくりそのまま入れ替わっちゃったわけさ。新しい木材とね。持ち主はずっとテセウスの乗っていた船を大事に保管していたわけだけど、すっかり新しい木材に入れ替わったその船はテセウスの船だと言えるのかな。なるほど、うん。っていう問題。どうだろう。全部入れ替わったならもはや別のものじゃないの。でも一気に丸ごと入れ替えたわけではないよ。少しずつ時間をかけて変わっていったんだ。時間をかけてと言っても最終的には全部変わっちゃったんでしょ。その船はテセウスが乗っていたからこそ価値があるというなら、乗っていた部分がなくなっちゃったらもうテセウスの船ではないんじゃないの。うん、まあそんな感じするよね。じゃあ 1% でもテセウスが乗っていた部分があればテセウスの船ってことかい。そうなるのかな。でも 1% じゃちょっと苦しい気がする。それを言ったらもう最初に修理をした時点でもうテセウスの船ではなくなってしまうんじゃないかな。なんでだい。だって少しでも部品を取り替えた時点でもうテセウスの乗っていた船とは別物じゃないか。それは 1% と 100% 同じだって言っているようなもんだよ。すごいレベルが高い会話をするよねこの双子。じゃあどこまで変わったら別物になるの。半分くらい。 51% が新しい部品になった時点で別のものに変わるってこと。難しいなこれ。こんな会話兄弟でしてたら、まあ個人的には絶対喧嘩になる気がするんだけどね。仲がいいからこそできるんだろうね。あと二人が大人。うん。ソータはどう思うの？ん？さっきの口ぶりからして最初の船と部品を取り替えた船は同じものだと思っているようだけど、いやそういうわけじゃないよ。掃除が別のものってスタンスだったから反論しただけで。じゃあ実際のところはどう思ってるの？元の船と取り替えた船、これらは同じもの？それとも別のもの？そうだな、僕は、はい、ということで同じものだと思う別のものだと思うなんですけども、セーブをしようかな。うん、まあ別のものな気がするかな。はい、ということでね、ちょっと区切りたいので一回ここでね終わりにしたいと思います。はい、ということでオーバーライトワイト実況パート3終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。